三上奈美のベトナム乱歩へようこそ。本日はホーチミン一区ベンタン市場のすごく近く、前にもですね別のお店を紹介したことがあったんですが、この136のヘムをしんちゃんあ入っていたところにあるフランス料理のココットというカジュアルフレンチのお店に今日は行きたいと思います。それではいっちゃおしんちゃお。三上奈美のベトナム乱歩。ちなみにこの通りはネイル通りとなっております。じゃじゃーん、ここがココットです。じゃじゃーん、メニュー紹介です。今来てる時間はねお昼時なんですけど、でも特にランチメニューとかなくて夜とメニュー変わらないです。で、まあ、やっぱおすすめは夜この辺ベンタン市場とかね見て歩いた後にちょっとワイン飲みながら食べに来るっていうのがいいのかなという感じがします。というわけで早速私グラスワイン頼んじゃいました。あとお水もここは茶碗がないので頼みました。まず頼んだのはこのテリーヌ、豚のパテのテリーヌですね、はい、とこちらのオニオンスープ、なんかチーズがトロンとしてていい感じのものと、やっぱね絶対ここに来たら食べてほしいのがこちらの鴨肉ですね。お写真だとこんな感じだけど実際頼むとポテトとかの量が多くって、それだけでなんかお腹いっぱいになった記憶があるので、とりあえずこの3品を頼んでみました。まあ、もしどうしても足りなそうだったらまた追加しようと思います。わっしょーん、届きました。というわけでボナペティは召し上がれなのでいただきます。はい、では何からいこうかな。あ、これウェルカムカナッペ届いた。じゃあこのウェルカムカナッペから食べようかな。上に乗ってんのはオリーブ砕いたものかな。うん、デリシャス。おいしいおいしい。やっぱりオリーブを細かく砕いたものが、はい、すごいおしゃれなスターターなんか来るね。何からいこうかな。やっぱこのチーズがね固まっちゃうと困るので、このスープからいただきたいと思います。ぐすってやったらスープが結構じゅわっと出てくるね。よよーん、とろろーん。今スープは全然スプーンですくえてません。うん、美味しい。このオニオンスープの甘みが、まずこのスープがめちゃくちゃ美味しい。玉ねぎどんだけ入ってんだろうっていうぐらいすごい、めっちゃいい味。この味にこのチーズのね味がまた引き締まって、エンタメ性も高いスープとなっております。結構中にねまだ形のある玉ねぎも入ってます。かなり飴色の。おいしい、おいしいわ。お次パテ。あ、ちなみに最初にこのパンも届きました。パパーン、さすがバインミー王国。小麦のいい香りがします。まずはパテから。あ、パテの横のピクルスから食べよう。この立派な、なんかキュウリのピクルスも美味しそう。しっかり酸味が効いて美味しい。ではパテちゃん。これ何が入ってるの？キクラゲ入ってる？この黒いのなんだろう。食感が面白くて美味しい。なんかすごい滑らかなんだけどちょいちょい入ってる。胡椒の実も入ってるね。美味しい豚のパテ。これパンに塗ってもいいんじゃない？塗るというか乗せる。うん、パテとパンを白ワインで流し込む贅沢なランチタイム。うん、おいしい。
楽しくなってくるねではお次メインのカモちゃん、ほらやっぱりメニューよりもさポテトがいっぱい入ってるの、すごい大サービスですよ。だからポテトもパンも来るから炭水化物特に頼む必要がないなっていう感じがしますね。そこの添え付けのねサラダもちゃんとあるからね、全然食べてなかったけどベジファースト今さらファーストじゃない、ベジミドルうん、お野菜もちゃんと全部ドレッシングかかっててそのままサラダとして楽しめるようになってる、素敵な心遣い、ただの添え付けの野菜じゃない、うん、ではカモちゃん、ちょっとここにソースがあるのでこれをつけていただきます。カモの厚みといい焼き加減といいなんか絶妙で釜まですごい美味しい。このソースはなんだろう、キノコのソースかな、うん、マッシュルームとあと黒胡椒が入ってるソースな気がする、うん、おいからちなみにここお水はラミーです。ラミーは香水でしょっぱいから得意じゃないんだけど、でも日中暑いからミネラルがね足りなくなると思うのでまあちょうどいいのかも。この鴨時代は塩とかの下味がそんなついてないので割と素のままの味なので、このソースをかけて食べるのがめっちゃいいさ、まあ、かけるかつけるかして、うん、美味しい。でせっかくなんでこの芋もいただきます。芋いっぱいあるからそのまま食べよう。もう周りがカリッと中ホクホクのほんとちょうどいいサイズのお芋です。いっぱいあって無限に食べられる、無限ではない有限だけどいいね。なんかフレンチっていうとさすごいちゃんとしなきゃいけないみたいなイメージあるけど、ここはなんかそのカジュアルフレンチなのでちょっとなんかその地方のなんだろう田舎料理的な感じ、家庭的なフランス料理みたいな感じなので気軽に食べに来れるし、値段もねそんなに高くないし、おしゃべりしながら本当に楽しめる。この中もうちょっと涼しいよって言われたんですけど、今ちょっと入り口付近に座ってるんですけど、入り口付近でも結構風が来てこの気候となんかいい感じにマッチして楽しめます。冷たい白ワインが染みますね。このねオニオンスープなんだけど、なんと下にしみしみのパンが入ってた、すごいあっちこっちから炭水化物が現れる、うん、オニオンスープの味が濃い。ちなみにベトナムは東洋のパリなんていう呼ばれ方もしているぐらい、フランスの統治時代があったからっていうのもあって、建物の端々にフランスっぽい感じの名残が残ってたりするところも多いんですけど、まあ、そういうこともあってか街の雰囲気もちょっとそういうねところがあって、観光で来る方でやっぱフランス料理ちょっと食べたいなっていう方も多いみたいなので、まあ、そういった方はねぜひこちらいいと思います。やっぱずっとベトナム料理だとねなんとなく味の方向性が近くて飽きちゃうなんていう人もいると思うので、気分を切り替えにこのココットは最適だと思います。ちなみにこのヘム路地の中ですね、まあ、来るときはそうネイル屋さんがいっぱいあるなんて話もしたんですが、この右側に行くと私もよく行くマイヘム最後メイヘムという古着屋さんがあって、古着とあとそのオリジナルのレトロな感じのお洋服とかがいっぱい売ってるお店があって、そこもすごく素敵なのでよかったら覗いてみてください。特に、ね、古着とかちょっとレトロな感じのものが好きな方は2階上がって入るんだけど、地下はメンズの洋服がすごいいっぱいあります、はい、カモも残り一切れになっちゃったよ。やっぱこのマッシュルームソース美味しかった。あとさっきの豚のパテやっぱりねキクラゲが入ってたよ。このソースほんとすごい美味しいんですけど、胡椒の実が結構丸々入ってるのでちょっと辛みが強いので、それが苦手な方はそう丸いのをどかした方がいいかも。私は好きなんですが、
最後は芋になりました。あ、辛い辛い。ごちそうさまでした。いや、なんか軽めの3品頼んだかなと思ったけど、パンと芋で結構お腹いっぱいになります。お酒のつまみみたいな感じで、なんかのんびり楽しむのがいいのかなと思うので、ぜひ皆様、あの昼もやってるし夜もやってるし、はい、どっちも楽しめると思うので、好きな時間に来てみてください。ちなみにこのお店は弁天市場の近くなんですけど、あのホーチミン市内にあと2店舗あります。ホーチミン地区のダカオというあたりと、あともう1個ホーチミン3区にあるみたいなので、まあ、自分の一番行きやすいところを選んで行ってみてください。というわけで本日も三上奈美のベトナムランポ、ご視聴いただきありがとうございました。最後はナッピンナッピンジャンオッケンジャンオッケンほい、また会いましょう。バイバーイ。